皆さん、こんにちは。日常的ランキング、チリです。先日、65歳以上の人口割合に関する動画を公開したので、今回は、15歳未満の人口割合が多い市町村、ベスト50。各市町村の総人口と15歳未満の人口を調べ、15歳未満の人口がどのくらいの割合を占めるか算出、ベスト50をランキングにしてみました。果たしてどのような結果となるのか。それでは、スタート。第50位、沖縄県中上郡西原町 15.91%。 第49位、京都府木津川市 15.92%。 第47位、滋賀県守山市 16.09%。 第47位、沖縄県島尻郡座間味村 16.09%。 第46位、愛知県日進市 16.11%。 第45位、山梨県中駒郡昭和町 16.12%。 第44位、愛知県三方郡幸田町 16.15%。 第43位、沖縄県八重山郡竹富町 16.18%。 第42位、岡山県筑後郡林間町 16.22%。 第40位、長崎県北松浦郡佐々町 16.39%。 第40位、千葉県流山市 16.39%。 第39位、沖縄県浦添市 16.47%。 第38位、富山県中新川郡船橋村 16.48%。 第37位、福岡県粕屋郡末町 16.52%。 第36位、熊本県菊池郡大津町 16.62%。 第35位、沖縄県中上郡北中城村 16.63%。第34位、沖縄県石垣市 16.66%。 第33位、千葉県印西市 16.69%。 第32位、愛知県知多郡羽振町 16.70%。 第31位、沖縄県沖縄市 16.71%。第30位、沖縄県中上郡嘉手納町 16.78%。 第28位、沖縄県名護市 16.81%。 第28位、沖縄県国頭郡金武町 16.81%。 第26位、沖縄県うるま市 16.84%。第26位、福岡県粕屋郡久山町 16.84%。 第25位、福岡県福津市 16.85%。 第23位、沖縄県中上郡読谷村 16.99%。 第23位、沖縄県宜野湾市 16.99%。第22位、沖縄県八重山郡与那国町 17.10%。 第21位、福岡県粕屋郡粕屋町 17.14%。 第20位、熊本県菊池郡菊陽町 17.15%。 第19位、三重県三重郡朝日町 17.24%。第18位、宮崎県北諸方郡三股町 17.28%。 第17位、沖縄県南城市
17.48%。 第16位、沖縄県糸満市 17.62%。 第15位、愛知県長久手市 17.68%。 第14位、沖縄県中上郡北谷町 17.75%。 第13位、東京都御蔵島村 17.81%。 第11位、熊本県甲子市 18.36%。 第11位、沖縄県島尻郡与那原町 18.36%。 第10位、熊本県上益城郡鹿島町 18.38%。 第9位、沖縄県島尻郡渡嘉敷村 18.42%。 第8位、沖縄県中上郡中城村 18.65%。 第7位、沖縄県国頭郡宜野座村 18.82%。 第6位、沖縄県豊見城市 19.19%。 第5位、福岡県粕屋郡新宮町 19.21%。 第4位、鹿児島県鹿児島郡十島村 19.48%。 第3位、沖縄県島尻郡八重瀬町 19.86%。第2位、沖縄県島尻郡榛原町 20.35%。 第1位、鹿児島県鹿児島郡西間村 23.58%。 以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。